リフレッシュ、あなたの体を温めて、あなたの心を整える、さきのんのん。どうも、大分の高千親方です。今回は最近私が、特に応援しております、熊本のタレントさんを、ご紹介をいたします。杉水咲乃さん、ご存知でしょうか？熊本の方ですと、TKU のワカットランド、またサウナ好きな方はですね、アンドサウナという YouTube チャンネルご存知でしょうか？こちらのですね、九州支部のリポーターをされているのが杉水咲乃さんです。とってもですね、可愛くて、そしてね、好きなことに情熱を注がれている、もう素晴らしい、魅力的な方です。今回はですね、その杉水咲乃さんのご紹介をいたします。一応ですね、ライブ配信で、咲乃ちゃんの動画作っていいかなとか、いろいろインタビューをしてですね、OK の部分のみご紹介をいたします。今回、プロフィールご紹介とか、親方なりに、咲乃さんのここが素晴らしいよというところをご紹介いたします。一人でも多くの方が、杉水咲乃さんのことを知っていただければ幸いです。今回もお付き合い、よろしくお願いいたします。最初に、咲乃さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。熊本県ご出身です。県の北部ですね、ご出身ということです。2001年のですね、1月23日、1、2、3で覚えやすいですね。現在ですね、咲乃さんはまず、冒頭ご紹介した通り、熊本ですと、大人気の若者向け番組、ワカットランド、そして全国のサウナを紹介する YouTube チャンネル、アンドサウナにご出演をされております。各イベント、こうチャンネルや番組につきましては、後ほどごゆっくりご紹介いたします。ですね、2023年の4月ですね、に芸能活動4年目を迎えられました。きっかけは、ワカットランドのそのオーディションに参加されたこと、これが第一歩となりました。もともとアイドルを目指されていたそうですが、アイドルではなく違う形で芸能活動とか PR 活動をされたいということで、現在このリポーターというですね、職業、こういう役割で、芸能活動を行われております。で、特技など聞くところによると、ダンスということですね。高校はですね、ダンスのコース、学科に通われていたということですごいですよね。で、現在でもヒップホップダンスをですね、されているということで、このダンスもですね、ちょっと楽しみで、ございます。そしてですね、今後じゃあどういうふうな、ね、活動をされたいですかと私は聞いたときにですね、大きく2つ。1つが、たくさんテレビに出たいです。そしてライブ配信、ね、動画配信でも有名になりたいですと。で、2つ目が、熊本を軸として、全国でも活動したいなということをおっしゃっておりました。本当にですね、今、アンドサウナという、YouTube チャンネルで、全国でも非常に有名になっている彼女ですね。ふるさと、熊本を拠点としながら、ぜひですね、いろんな活動をね、していってほしいですし、私も微力ながら、今回のように YouTube などでですね、咲乃さんのことをご紹介をしております。で、ちなみに好きな食べ物は明太子ということです。でですね、また動物も好きでして、特に犬が大好きです。そうですね。ご自宅ではね、写真載せてますが、マルックスという犬種ご存知でしょうか？マルチーズとミニチュアダックスフンドのですね、いわゆる雑種といいますか、合わせた犬種です。マルックス。ね、ちょっとお名前忘れたんですけれどもね、今写真出てますが、本当に可愛くて、ね、咲乃ちゃんとね、同じように可愛いよって言うとまたね、注意されそうですけれども、とっても可愛い方です。実際にですね、今年2023年の4月ですね、熊本県菊池市で、ワンちゃんね、犬に関するイベントが2日間行われました。その犬のイベントの、MC を2日間ともされたということで、まさに自分のね、ご自身の好きなこと、ワンちゃんとか、ね、サウナのことなどでですね、芸能活動とかですね、いろんなイベント活動を行われております。じゃあ、具体的に今回出ましたね、番組のこととか、ね、YouTube のことなどですね、個別にご紹介をいたします。最初にですね、サウナの活動についてご紹介です。全国のサウナ、今もうほんと流行ってますよね。サ活とかね、サ飯、サウナの後のご飯のことなんですが、まあ、全国的にこのサウナブームの中、まあ、注目を集めている YouTube チャンネルが、&サウナという、YouTube チャンネルです。ご登録されている方いらっしゃいますでしょうか？こちらもともとですね、北海道のテレビ局さんがね、されているもの、毎週水曜日ですね、の夜9時54分からですね、放送されてます、フジテレビ系列ですけれども、これの、まあ、テレビ地上波放送があって、そして、YouTube でもですね、チャンネルを持たれて、全国の施設を全国の皆様にご紹介されております。このうちですね、九州支部のリポーターが杉水咲乃さんですね。この後ご紹介しますが、まあ同じ熊本のフジテレビ系列、TKU さんの番組きっかけで、まあ北海道のですね、テレビ局にも出演されて、サウナにハマることになったということです。まあですね、その杉水咲乃さん、九州各地、まあ、後ほどご紹介しますが、ね、私の地元大分県にもね、いらっしゃってますが、じゃあ、咲乃さん、どこのサウナ、ね、あなたのふるさと、熊本のサウナで、おすすめのサウナありますかとね、質問されたときに、咲乃さんですね、2つの施設をご案内されました。まあ、特におすすめということで、まず1つ目が、菊池市の整うばいさん。です。こちらも今、菊池市って結構ですね、サウナの活動にも力を入れ始めている自治体です。で、この中で有名なのが、整うばいさんですね。宮大工さん、神社とか、ね、お寺とかの建築をされる大工さんが作ったというところで、まずこれだけでもすんごい興味深いですよね。そしてですね、全国的にも珍しい、白い岩を使った岩風呂というのも一つ、まあ、醍醐味と言いますか、おすすめポイントです。で、咲乃さん曰く、整うばいさんの一番すごいところは、ブロワーでですね、すんごい強い熱風を起こして、とにかくすぐ体が温まるというところですね。ブロワーっていうか、草とかですね、こう、切った草などこう送ったりする強力な、まあ、扇風機といいますか、風を送る機械なんですけれども、サウナでそこまでやるっていうのはなかなかないようですね。まあ、私も経験したことあるのは、こう、うちわで仰いでくださるっていうのはあるんですけれども、ね、ブロワー、まさに職人さんが使う強力な風起こしで、熱風、かなりね、温まるそうです。で、その後水風呂、ね、岩風呂に行って、整いました。これがね、気持ちよさそうです。今度私、夏に友人と熊本遠征を考えてまして、整うばいさんも実は選択肢に入れております。この間5月3日には、その整うばいさんのイベントがございまして、そこでまた咲乃ちゃんもね、参加されていろいろ熱風を起こすなど、いろんなイベントにも参加されたということで、まあ一つおすすめが菊池市の整うばいさん。2つ目が、熊本市の北区にございます、アガンナッセさんですね。私もこのアガンナッセさん、まだ行ったことないんですが、菊名温泉もね、すんごい気になっているところです。こちらはですね、今度、老流ですね。まあ、熱い石にこう、発火みたいな、スースーする液体。ね、まさに熊本弁で言う、スースースーってね、こう、難しいんですけれども、ね、本当蒸気と言いますか、一気にこれも熱くなるんですけれども、このロウリュがかなり素晴らしいと。で、こうね、お茶のですね、使ったロウリュということで、このね、咲乃さん曰く、このほうじ茶のようなに、ね、香りもして楽しめる。こうね、体の熱さと、そしてこのね、お茶の香り、これがまず楽しめるということと、水風呂がとにかく冷たいそうで、ね、そこね、YouTube でも10度というね、水温を書いておりますけれども、まあ、まさにこう、温まった後にギュッと冷たくなるっていうところ、ね、これもまた整いましたですね。まあ、通常大体私が入る水風呂っていうのは大体16度、17度なんですが、10度はかなりね、冷たいと思います。まあ、菊南温泉のアガンナッセさんと菊池市のね、整うばいさん。ちょっとまだ詳しく地図は調べてませんが、多分結構近い位置にあると思いますので、まあ、熊本でですね、サウナ巡りする際、こちらですね、この2カ所は行ってみたいですね。これ以外にもね、私が紹介したユラックスさんとか、確か天草にもですね、こう、海が水風呂になっている、サウナ施設もあって、こちらもおすすめだよということをね、私もね、学ばせていただきました。まあ、ほんと、崎野さんがこうね、一つのサウナ活動、サ活でもね、今有名になってますし、それを PR されている、ね、お仕事もされているというところを、一つおすすめとしてご紹介いたします。続きまして、まあ、もう一つ、大きな活動がですね、熊本のローカル番組のご出演、わかったランド、ご存知でしょうか？毎週土曜日の夕方に放送されています。若者向け、学生向けの番組です。まあ、大分県民ですと、スパーコンウェーブ。もうこれにね、そっくりな番組です。高村光平さんとね、おがっちさんが出ていらっしゃる。もうね、35年以上続く番組です。もう私がね、1986年10月生まれで、わかっとが87年のね、4月からやっているということで、ほぼね、私と人生と同じぐらい、半年しか違わないほど長い番組ですし、私が大学で熊本2006年から2010年の春いましたが、わかっとね、もちろんやってましたよ、放送。高村さんやってました。ね、その馴染みの番組で、まあ、リポーターとしてですね、活動されているのが杉村咲乃さんです。まあ、よくライブ配信、咲乃さんの配信でもですね、このわかっとの話よく出ますね。ロケの思い出とかメンバーのことですね。まあ、よく陳年さんの話とか、今年2023年新メンバー加わったヒカルさんなどの話題もね、よくあっていろんなとこに出かけて、レポの裏話も聞いてね、本当に面白いんです。まあ、本当咲乃さんも楽しんで、この番組をやられてる印象です。で、実際、まあ、咲乃さんとか、陳年さん、ヒカルさんと私、お会いしたことございます。それが、2022年の10月に行われました、TKU の日です。まあ、まさにテレビ熊本ですね、この、わかっとランドも放送されてますけれども、その、テレビ局のイベント、陳年さん、ヒカルさんはこう、テレビとか、イベントの司会もされてましたし、で、咲乃さんはですね、アンドサウナのですね、テントで、こう、出店、ね、スタッフをされてました。その時に私、咲乃さんにね、現地にお会い しました。いつも YouTube チャンネル私見てますと。で、私の地元、大分県豊後大野市は、サウナの街の宣言されてまして、それこそ咲乃さん、で、うち来てましたよね。って言って、はい、文豪の市行きましたよ。ロッチ清川さんとか、多分、鍾乳洞さんとかもね、そうですよね。と言って、文豪のことをご存知で、本当にありがたいです。結構、私もまあ、紹介してますけど、川沿いのロッチ清川さんとか、その対岸の多分カフェパラムさんも行かれてんのかな。で、あと多分咲乃さん鍾乳洞とか、山の上にある、まあゲストハウス、ランプさんなどにも多分行かれて、YouTube、サウナでもご紹介されてるんですが、まあ文豪の出身というと、あ、わかります、行ったことありますよ、サウナですよねっていう風に言ってくださったこと、結構嬉しかった。ですね、現場で。で、その時、ね、そしてサウナに行って私グッズ買って、まあ正直思ったよりグッズ高かったんですが、まあ咲乃さんと一緒に記念写真も撮れてですね、本当に良き思い出です。まあこの熊本のローカル番組でですね、活動されている姿もすごいですし、まあ同じ系列、フジテレビ系列ということで北海道のね、アンドサウナさんの PR もされてて、本当、ふるさと、そして好きなものというところをね、しっかり活かされたお仕事をされて、本当にね、咲乃さん楽しそうでした。ということでね、わかっとランドね、かなり面白い番組。ちょっと大分ではね、見ることできないんですけれども、ね、本当に人気の番組ですので、ぜひ熊本のね、番組で活動される、咲乃さんもぜひ応援ください。これまではですね、まあ、咲乃さんのプロフィールとか活動、もしくは咲乃さんのこう、思いなどをご紹介しました。逆にじゃあ、親方は咲乃さんどう思ってんのとかですね、どういうところにはね、要はメロメロになってんのっていうところ、二つございます。一つが、可愛いんですよ。もう素直にこれシンプルに言うとそこなんですよ。ね、お顔も可愛いですし、結構声もね、ふわっとした感じで可愛いですし、キャラクターもね、優しくて可愛いんですよ。まあ、実際ほんと小柄でですね、目もパッチリされてまして、もうそれでキュート、可愛いところもありますし、配信とかの声でもですね、うん、そうですよ、とか、いや、違いますよ、みたいな感じで、優しい感じ。で、実際、TKU の日に会った時もですね、どうしますこれは、この T シャツとかどうですかとか、文豪のいいところですよね、という、優しい声かけをしてくださったところに、メロメロになりました。で、実際ですね、ライブ配信、ね、まあ、先野さん結構されてるんですが、で、私がまあ、どうでもいいほんとダジャレ言うんですよ。つまらないダジャレ言っても、もうそれに対して素直に、そんなね、面白くないとか言うところ、ね、ストレートに、ね、突っ込んでくださるところも、実は可愛いなというふうに思ってます。まあね、変なコメントすんなよっていうね、私自身の反省でもあるんですけれども、まあ本当にですね、もう、特に配信見てても、男性ファンもメロメロですよね。先野ちゃんのこと可愛がってますし、実際現場で見てもお美しいですし、この性格も良くて、天使のような感じでですね、本当に可愛いという形容詞が似合う女性です。で、二つ目のおすすめポイントが、まあ好きなことをね、しっかり愛されていて、かつしっかり PR もされているというところは、これかなりすごいですし、もう私もそこは素直に憧れます。ね、熊本県、ね、ふるさと熊本県のこと、ね、サウナの活動、ね、サウナも好きですし、その後のサ飯、サウナのご飯がね、特に楽しみなんですよ、とね、おっしゃってましたし、そしてね、ワンちゃん、犬、そしてこの配信などですね、まあ、先野さんいろんなことをね、結構、興味持たれていまして、ね、自分のご自身の好きなことを、しっかりまず愛されてますよね。楽しんでらっしゃいます。で、それをかつ、ね、多くの方にこう、発信して、こういうね、イベントありますよとか、ここのサウナすごいですよという、PR 活動にもね、つなげられている。そこが素晴らしいですよね。実際、まあそのサウナチャンネルもそうですし、ね、ワンちゃんのイベント、整うばいさんのイベント、ね、など、まあ、いろいろご自身の好きなことが、まあある意味じゃ、こう、お仕事としてですね、こう、つながっている。これはまあ本当にすごいですし、ね。まあ、羨ましいことでもありますし、まあ大変かもしれませんけども、ね。けど楽しんでお仕事されてるようなね、先野さん印象を持ってますので、自分の好きなことをね、こう、しっかり大切にされて、それをお仕事としてしても、まあプライベートとしても PR されているというところ、このね、姿勢はやっぱすごいなというふうに思います。もう私もですね、この YouTube とか、ブログでもう20年ぐらい、ですね。まあ、正直趣味で好きなね、お祭りとか、最近だとアイドルとかスポーツもね、ご紹介してますけれども、それをこうね、多くの方に知っていただく、まさに今回のね、動画でも先野さんのことを知っていただくという活動をしておりますけれども、ね、先野さんのように本当にね、どんどん好きなものを愛して、自然体でこう、PR していくっていうところは私もですね、本当学ばせていただいてます。私自身もね、もっといろんなことをね、愛して、ね、きちんと伝えられるように頑張りますので、まあそういう意味で、先野さんが好きなことをね、しっかり愛されていること、そして PR、ね、お仕事にもつなげられているところがおすすめポイントのですね、二つ目です。まとめです。まあとにかくね、先野さんはもうまず可愛いというところですね、癒される存在です。まあ本当ね、先野さんサウナでこうね、癒されているということですけれども、逆にそういう先野さんのね、キャラクターとか、お仕事でも私たちもですね、ファンも本当癒されている存在ですよね。もう、ふるさと熊本県でもね、活動されてますし、ね、いろんなイベント、好きなイベントもされていて、本当いいなというふうに思いますし、まあ正直こうね、先野さんもいろんなね、こう、サウナとか、ね、ワンちゃんのこととか、ね、熊本のこととか、ね、これからもね、ほんとリラックスして楽しんで、ね、お仕事にもね、つなげていただければですね、嬉しいですし、ね、そういうね、先野ちゃん自身が楽しむことっていうのがですね、私たちにも、まあ楽しさとか、元気、癒しとしてですね、パワーをいただけるっていうのが本当です。まあよく言われます。私も青年団ね、ボランティア活動してて言うんですけれども、やっぱね、楽しいことって伝わる。逆に言えば、自分たちが楽しくないと、他の人も楽しいと思わんよっていうところをね、よく言われるんですが、まさに先野さんはですね、ほんと好きなことをね、愛され楽しまれていますし、それがね、本当に私たちのね、一人でも多くの方の元気にもなりますので、これからもぜひですね、熊本やね、そこを軸にね、全国で活動されるということですけれども、崎野さんの活動をね、応援し、崎野さんの好きがですね、好きなことを、それがもっとね、こう、楽しんでですね、これからも楽しんで、そしてね、活動できるように祈っております。ね、本当、崎野さんキラキラしててですね、やっぱ可愛さっていうのもそうですし、やっぱこう好きなことを大切にされていることによって、こう輝いてるなというのはやっぱすごいですよね。それがこう誰かのね、力になるっていうのは本当にすごいことですので、熊本のですね、今回、崎野さんですね、ぜひあなたもですね、応援をお願いいたします。選挙じゃないですけれども、本当に素直、素敵な方ですので、ぜひですね、まずは&サウナとかですね、チャンネルで九州支部ね、担当されていますので、そちらのチェック、あとは崎野さんインスタグラムもされてますので、インスタグラムと TikTok もね、されてますので、そこでこうライブ配信、多い時週3回ぐらいされてますので、そこで気軽にね、覗いてコメントするとね、非常に癒されますので、ぜひですね、これを機に、杉水さんですね、崎野さんのことをね、知っていただければ幸いです。ということで、今回、本当、私なりのですね、感想といいますか、プレゼンでございましたがですね、私もこういう活動を通じてですね、自分の好きなことを誰かにこう、伝わるっていうのが本当に喜びですので、これからもいろんなね、頑張る方とか、すんごい面白いね、良い場所というのを、YouTube やブログで伝えてまいりますので、私も、親方のこともよろしくお願いいたします。ということで今回もですね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタンですね、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。いろんな私も本当活動、最近はアイドルのね、こう、推しメンとかですね、スポーツの応援してるね、チームなどご紹介してますけれどもね、いろんなね、好きをね、お互い共有できればね、本当に面白くなりますので、ぜひこれからもお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた、今日も整いました。